新潟県の糸魚川にいます。糸魚川から富山県に抜けるところなんだけど、国道8号線を今走ってます。親知らずに割と近いところなんだ、これから親知らずなんだけど、すげえなこれで、国道8号線を今進んでいてですね、8号線、いわゆる8号線ここの断崖絶壁のところにということで、まあ昔は本当に非常に通行するのに非常に困難だったんだけど、まあ今は現代技術があるから、まあ、これだけ道が開けてるんだけど、すごいね、ここのところに。でもよくトラックが通るな。なんか何メーター以上ダメだって書いてあったんだけどね。で、親知らずということで、高架です。階段沿いとか、左側見ていただくと、ちょっと見にくいな、それ。断崖絶壁ですね。で、右側が日本海海ということで、なんか左すごいな、あれ。道路があって、ちょっと止めれないんだなんだけど、道路がね、旧道がすごいっすよ、旧道が。もう、旧道があったらすごいよね。で、一周駅親知らずピアパークが 3.3 キロということで、そこまでちょっと行きます。すごいね。結構な速度で飛ばしてくるんだよね。これすごいよね。ここのところ、左側断崖絶壁で、右側が日本海ということで、だから本当に現代技術が普及する前になっちゃう、ここは本当に大変だったなって感じする。ここすごいわ、断崖絶壁、まさしく断崖絶壁が左側で、右側も海という急深だから、深いのかな、そこの海は多分なんか深い、すごい深くなりそうな感じしますね。で、まあこういう形で、掘ってですね、まあ一応こういう右側は一応空いてるんだけど、飛んでるみたいな感じ。次の知らずのピアパークっていうのが右か、あ、右か、あ、そっちか、あ、ちょっとまっすぐ進んできますね。それ進んだらだよね。親知らずピアパーク前か、そっち側に集落があるけど、あとなんかカニが結構有名みたいですね。カニ直売ってなってるけど、
茹でたてという朝取りということで、ね、カニ食べたいね。こういうのすごいよね、こうなってるね。親知らずピアパークか。左側に集落ありますけど、これは漁業の関係者なのかな。多分ね、だいたい港がそこにあるからそうだよね。基本は漁業関係者が多いな。
いね、このトンネル。いや、すごいっすね。このトンネルの古さを感じますよ、これ。ライトとか見ていただくと、照明見るとね、わかるよね。あの、この周りの感じ。すげえ。吸い込まれてる感じ。左側に鉄道が走って、鉄道も一応親知らずトンネルになってますね。高速、あ、違うか、向こう左側がいつの間にか北陸道になってますね。北陸道の方か。これすげえな。旧道とかすごいよね。これまあ新しい道だからまだね。旧道とかもっとすごかった。すげえな、この横側のこの左が断崖絶壁で右が海ということで、ね、まあ、こういうのってなかなかすごいですね。走りがいがあるよね。バイクなんかも走りがあると思いますよ。ツーリング